こんにちは、月TV つきパパです。よろしくお願いします。本日は前回ご紹介した動画、フランクスチョップショップで購入してきたポマードをご紹介しつつ、フェードカットのヘアセットをやってみたいと思います。早速なんですが、購入してきたポマードがこちらです。じゃん、ベンジャミンウォーターポマードです。価格が2200円に消費税です。名前の通りチョップショップのイラストロゴにもなってるアメリカの開拓者ベンジャミンさんがロゴで載ってます。で、これはウォータータイプということで、この他にも全部で3種類あるんですけども、このウォータータイプとクリームタイプ、白いクリームタイプと茶色がかった、それはまたちょっとマットな感じのやつだと思うんですけども、全部で3種類ありました。前はチョップショップはオリジナルのポマードなかったんですけども、やっと発売されたということで購入してきました。早速まず開けてみたいと思います。こちら蓋なんですけども、ここにもロゴが載ってるんですけども、パッケージがめちゃめちゃかっこいいですよね。結構他のポマードだと缶のタイプが多いと思うんですけども、ここのポマードはパッケージが瓶になってます。ちょっと開けてみると、じゃん、まず蓋です。で、この蓋を取るとこんな感じです。今まで何種類かポマードをご紹介しましたけど、この完全な透明は初めてかもしれないです。まず香りなんですけども、なんて言えばいいんですかね、なんか間違ってたら申し訳ないんですけども、個人的には上品な石鹸の香りって感じです。で、そんなに強くないです。ほんとポマード、ものによってはすごい香りが強いと思うんですけども、これはこんな近くで強く匂ってもそんなに刺激にならないぐらい、今まで僕がご紹介したポマードの中ではどちらかというと抑えられた香りになってます。香りの印象は個人的には今までのポマードの中では一番好きです。それでは手に取ってみたいと思います。結構硬めですね。こんな感じです。結構粘りがあります。伸ばしていきます。結構硬いですね。見た目によらず、もうちょっと液体っぽいかなと思ったら、ほんとしっかりポマードです。ちょっと薄くつけましたけど、結構粘り気があります。それではセットしていきたいと思います。だいたいいつも個人的にはこの分け目が難しいので、分け目に最初にいつもつけるようにしてます。分け目を一旦形にして、で、次反対側のフェード部分ですね、これをなじませます。これ最初に言ってもおきますけど、あくまでも自己流なんで、素人の自己流なんで、もし参考にできる部分があったら参考にしてみてください。で、いつも後ろのフェードにも軽くこうなじませます。前回動画でご紹介したチョップショップでセットしてもらった時は、この同じポマードのクリームタイプでセットしてもらって、どっちかっていうとナチュラルに大人っぽい雰囲気でつけてもらったので、なんか自然な感じです。クリームは割と自然な感じというか、ワックスとポマードの間っていうような感じだったんですけども、今回購入したポマードはもうがっつりザ・ポマードのようなビタッとくるような硬さです。ちょっと最初少なかったので、もうちょっと足します。次にメインのトップの部分にいつもつけていきます。後ろからこうつけた方が形がボリュームが出やすいそうです。そしてつむじのあたりもなんとなく、ここがいつも変な癖があるんで、僕難しいんですけども、自分でするのがなかなか、つむじから広がるように形付けます。そしてこのトップの部分に全体的に馴染むようにいつもつけていくんですけども、あ、結構ほんとしっかりめです。硬い、伸びるけど硬い、なんでなんかしっかり形が作れそうな強さです。で、なんとなくいつもこんな感じで全体的にまあまあなんとか馴染んだかなっていうところ で、まずはアフロコームで櫛を入れていきます。これ今回チョップショップにいた時、オリジナルのアフロコームも発売されてました。気になる方ぜひチェックしてみてください。で、いつもあのトップの部分にボリュームが出るようにアフロコームをこんな感じで入れていきます。あ、ほんとめっちゃ形作りやすいです。しっかり硬いけど、あのなんか嫌なベタベタ感もないし、あ、これはめちゃくちゃいいかもしれないです。すごい。そして、フェード部分するときはだいたい普通のコーム使って櫛を入れていきます。このケントのコームもすごい使いやすいです。イギリス王室御用達ということで、ケントのコームもいろんなタイプがあります。これ折りたたみのタイプ、外にも持ち歩きやすいですし、普通に折りたたみじゃなくて普通のコームもいろんな種類が発売されてます。で、いつもフェードの部分に櫛入れたりとか、横もそうですね、こんな感じで、あ、ほんと櫛も入りやすいし、なんかそんなにつけてないけどしっかり形できましたね。で、もちろん後ろにもしっかり櫛を入れていきます。ほんと後ろがなかなか自分で直接見えないんで難しいんですけど、こういった感じです。で、やってると大体ちょっと崩れてくるので、もう一回
トップの部分をアフロコーム入れたりします。そして個人的にはヒゲがあるのでヒゲをまとめるために軽く手に残ったポマードでうっすらヒゲにつけます。この口ヒゲの部分にも。そしてこのヒゲも一応串を軽く通します。なんかこれしないと結構ピンピン横に跳ねるんですよね。ポマードでこんな感じで整えます。はい、ということで簡単でしたけどいかがでしょうか。一応前からと左側です、後頭部です、右側と正面です。いつももう少し時間かかるんですけど今回簡単に決まりました。プロの方から見たらちょっと下手くそな部分とか違う部分とかあると思うんですけども、なんかめっちゃ簡単でした。すごい使いやすかったです。僕みたいな素人でも割と時間も短くすぐに決まりました。しかもなんかほんと全然不安がないというか形が不安定じゃなくてもうビシッと決まった感じで、なんかほんとベタベタしないし、あと時間が経った時にどうなるかがポマードによって違うんですけども、なんかウォーターポマードなのに軽いし、もうすでにパリッと硬い感じがしてすごい好印象です。個人的には今までのポマードで一番使いやすいかもしれないです。香り的にも 1,2 番目に好きな落ち着いた香りになってます。ということで店頭に行かないとまだ買えないと思うんですけども、ぜひチョップショップのリンクなど説明欄に貼ってますのでよかったらチェックしてみてください。ということで年々人気に火がついてるフェードカット、ぜひ気になる方はサラリーマンや学生の方、今までちょっと二の足踏んでた方などもなんか落ち着いたこういうフェードもあるのでぜひお近くのバーバーで相談してみてください。ということで普段は定期的にファッションニュース、メンズファッション、ウィメンズファッション、キッズファッション、ファッションコーディネートを行ってますので、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。